丸山周海道は日本に自生する周海道科の植物の一つ。茎が立ち、桃色の花をつける。丸山周海道、ベゴニアレイシーノタロクスブ、バリエーション、フォーモザナハヤタは、みずみずしい柔らかい多年生総本である。根茎は横に入、い、所々から茎を立てる。茎は大抵斜めに立って高さ30から40センチメートルになり、節ごとに葉を護生する。 葉には長さ1 0トルほどの傭兵がある。葉は長さ10から1 5トル、幅7から1 2トル、おおよそは左右不対称な歪んだハート型をしている。葉の縁には楽大きい挙子があり、その縁はさらに細かい挙子がある。花は傘状花状に少数をつけ、尾花と雌花をつける。尾花はピンク色で4円、大きい花びらは 長さ2センチメートルくらい。果実の翼は幅20ミリメートルに達する。森林内の岩の上に生える。特に渓流沿いによく見られ、同族の高等周回道も似たようなところに見られる。日本では石垣島とり表島だけで知られる。国外では台湾に産する。基本編種はヒマラヤに分布する。この類では周回道が本土でよく見られるが、 外来種であり、日本に自生するものは、本種と蒸気の高等周回道の2種のみである。両者はよく似ているが、高等周回道は茎が立ち上がらず、白い花をつけることから、区別できる。また丸山周回道の方が、本体も花も一回り大きい。高等周回道とともに、環境省のレッドデータブックに取り上げられており、この種は、純絶滅危惧種に指定されている。 しかし、沖縄県のそれでは、高等の方だけが取り上げられ、本種は上がっていない。国内の分布域はさほど変わらないものの本種の方が、はるかに個体数が多いとの判断であろう。ありがとうございます。